おはようございます9月19日木曜日の東京インフォメーションです都は杖の安全性に関する商品テストを実施しましたおはようございます生活文化局の長山です高齢者の歩行を安定させたり足腰にかかる負担を軽減させるなどの歩行補助のために様々な杖が普及していますが一方で高齢者の杖による事故も報告されています 中でも製品破損の事例が多く、使用中、折りたたみ杖のつなぎ目が陥没、弾みで転倒し、左手の指を骨折した、使用中に杖が折れて転倒、家具の角で頭を打ち、こぶができ、首、背、腰を捻挫し、入院治療をした、などの事故が起きています。こうした状況を踏まえ、東京都では都内の店舗、インターネットで販売されている1000円以下の杖の中から、 折りたたみ式で長さ調節が可能な商品折りたたみ・長さ調節ともにできない商品6検体を選定し安全性の商品テストを実施いたたししましたその結果6検体中5検体は破損や変形が見られ任意の安全基準である SG 基準に相当する強度を満たさず製造事業者等による強度試験の有無も確認できませんでした。 強度など安全や信頼性が確認された製品に表示されるこちらの S ジンマークは商品の品質を判断する参考になりますので購入時などにご確認ください。また6検体中4検体には補助的に使用する旨の記載があり全体重を支えることができないなどの用途等に関する注意表示がありましたが2検体には記載がありませんでした。商品の中には 杖なしでは歩行できない方の使用には不向きなものもあるため体の状態に合った杖を選びましょう。また杖は握りの先端に過大な力をかけるような使い方をしない使用前に各部を点検する体に合った長さのものを使うなど安全に使用すす。るための注意点もあります事故を未然に防止するため必ず取扱説明書を確認し正しく使いましょう。 詳しくは東京クラシーウェブのホームページをご覧ください観光ボランティアによる街中観光案内が新たに2つの地域でスタートします明日から外国人旅行者に対し外国語での案内を始めるのは原宿・表参道・青山地域が原宿駅周辺や表参道ヒルズ付近など12カ所 六本木・赤坂地域が六本木駅周辺や東京ミッドタウン付近など11カ所で金曜・土曜・日曜の午前10時半から午後4時半まで実施されます今年度の障害者週間のポスターに使用する標語を募集しています毎年12月3日から9日までは障害者週間です 期間中は障害者を取り巻く問題について理解と関心をより一層深めるために啓発ポスターを掲示しますこの障害者週刊ポスターにふさわしい15時以内の標語を募集しています今月30日月曜日までにメール、ファックス、ハガキのいずれかでお送りください事業者向けのコンプライアンス講習会が開催されます 特定商取引法のの講習には2つのコースがあります。通信販売を行う事業者を対象にした A コースは来月23日水曜日都議会議事堂1階の都民ホールで訪問販売、電話勧誘販売エステや学習塾といった特定継続的役務を行う事業者が対象の B コースは来月24日木曜日に東京ウィメンズプラザホールで開かれます。 そして、C コースは景品表示法の講習会です。広告表示を行う事業者を対象に、来月31日木曜日に江東区文化センターホールで開催されます。いずれも違反事例の解説を取り入れ、時間は午後1時から5時15分までです。A コース、B コースは今月25日水曜日まで。C コースは30日月曜日までにホームページからお申し込みください。 東京インフォメーションのホームページにはより詳しい情報へのリンクがあります。ここまでで東京インンフォメーションでした。